現代の芸術と文化に影響を与えてきた映画作品の数々を紹介する231オーディトリアム。この番組ではアメリカとフランスの古典映画の名作を前編そのまま上映します。上映後の講義では制作者の思いや当時の社会背景に迫ります。今回はジャン・ギャバン主演の大いなる幻影。とにかくもう脱走したい、脱走の夢によってつながりが生まれる、連帯が生まれていくという展開になっています。捕虜たちの自由と誇りをかけた脱走の結末とは。お楽しみに。